会議に先立ち、事務局長から議員の出席状況を報告します。横尾事務局長。本日の会議のただいまの出席議員は32名です。以上で報告を終わります。ただいま報告しました通り、出席議員は定数に達していますので、これから本日の会議を開きます。日程第1、枚方市議会議会運営委員会の委員の定数についてを議題とします。お諮りします。本件については委員の定数を8人にしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって枚方市議会議会運営委員会の委員の定数は8人とすることに決しました。日程第2、枚方市議会運営委員の選任についてを議題とします。お諮りします。本件についてはタブレットに掲載しています枚方市議会運営委員名簿に記載している8人の議員を選任したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げました通り、8人の議員を枚方市議会運営委員に選任することに決しました。日程第3、枚方市議会常任委員の選任についてを議題とします。お諮りします。本件については、タブレットに掲載しています枚方市議会常任委員名簿に記載のとおり、各委員をそれぞれの常任委員に選任したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よってただいま申し上げましたとおり、各議員をそれぞれの常任委員に選任することに決しました。日程第4、議案第9号、監査委員の選任の同意についてを議題といたします。なお、本件は地方自治法第117条の規定により、泉大輔議員及び田中裕子議員が除籍となります。理事者から提案理由の説明を求めます。伏見市長。以上。ただいま上呈されました議案第9号、監査委員の選任の同意につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書の67ページをお開きください。説明に先立ち、恐縮ではございますが、議案書の住所、氏名、生年月日の空欄に次の2名の方についてご記入いただきますようお願いいたします。まずお一人は、住所、枚方市東郡元町、16番34号、氏名、泉大輔さん、生年月日、昭和57年2月12日でございます。もう一方は、住所、枚方市那須造1丁目、35番8号、氏名、田中裕子さん、生年月日、昭和44年9月14日でございます。それでは提案理由のご説明を申し上げます。本市の監査委員について、市議会議員の中から選任させていただいておりました西田正光議員並びに上野貴子議員の任期が、去る4月30日で満了となりましたので、後任の委員として議長よりご推薦をいただきました泉大輔議員並びに田中裕子議員を選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。この2名の方につきましては、人格、執権とも立派な方で、本市監査委員として適任と確信しておりますので、何とぞ満場一致をもちまして、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。本件については質疑
委員会付託および討論を行わず、直ちに採決に入ります。本件は原案に対して同意することにご異議ありませんか。異議なし。異議なしと認めます。よって本件は原案に対し同意することに決しました。泉大輔議員および田中優子議員の除籍を解きます。日程第5、大阪府都市ボートレース企業団議会議員の選挙を行います。お諮りします。選挙の方法は指名推薦によりたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦によることに決しました。これから指名推薦を行います。お諮りします。指名推薦の指名者は議長にしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よって指名推薦の指名者は議長にすることに決しました。大阪府都市ボートレース企業団議会議員の指名を行います。大阪府都市ボートレース企業団議会議員にタブレットに掲載しています議会選出派遣議員名簿の該当欄に記載の議員を指名します。お諮りします。ただいま議長において指名しました議員を大阪府都市ボートレース企業団議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました議員が大阪府都市ボートレース企業団議会議員に当選されました。ただいま当選されました議員が議場におられますので、本席から当選の告知をします。日程第6、平方寝屋川消防組合議会議員の選挙を行います。お諮りします。選挙の方法は指名推薦によりたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦によることに決しました。これから指名推薦を行います。お諮りします。指名推薦の指名者は議長にしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よって指名推薦の指名者は議長にすることに決しました。枚方寝屋川消防組合議会議員の指名を行います。枚方寝屋川消防組合議会議員にタブレットに掲載しています議会選出派遣議員名簿の当該欄に記載の9人の議員を指名します。お諮りします。ただいま議長において指名しました9人の議員を枚方寝屋川消防組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました9人の議員が枚方寝屋川消防組合議会議員に当選されました。ただいま当選されました議員が議場におられますので、本席から当選の告知をします。日程第7、北川地4市リサイクル施設組合議会議員の選挙を行います。お諮りします。選挙の方法は指名推薦によりたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦によることに決しました。これから指名推薦を行います。お諮りします。指名推薦の指名者は議長にしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よって指名推薦の指名者は議長にすることに決しました。北川地4市リサイクル施設組合議会議員の指名を行います。北川地4市リサイクル施設組合議会議員にタブレットに掲載しています議会選出派遣議員名簿の該当欄に記載の5人の議員を指名します。お諮りします。ただいま議長において指名しました5人の議員を北川地4市リサイクル施設組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました5人の議員が
北河内四市リサイクル施設組合議会議員に当選されました。ただいま当選されました議員が議場におられますので、本席から当選の告知をいたします。日程第8、枚方京田辺環境施設組合議会議員の選挙を行います。お諮りします。選挙の方法は指名推薦によりたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦によることに決しました。これから指名推薦を行います。お諮りします。指名推薦の指名者は議長にしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よって指名推薦の指名者は議長にすることに決しました。枚方京田辺環境施設組合議会議員の指名を行います。枚方京田辺環境施設組合議会議員にタブレットに掲載しています議会選出派遣議員名簿の当該欄に記載の7人の議員を指名します。お諮りします。ただいま議長において指名しました7人の議員を枚方京田辺環境施設組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よってただいま指名しました7人の議員が枚方京田辺環境施設組合議会議員に当選されました。ただいま当選されました議員が議場におられますので、本席から当選の告知をいたします。日程第9、報告第1、専決事項の報告についてを議題といたします。理事者から提案の理由の説明を求めます。まず専決第1号について菊池市民生活部長。ただいま上程いただきました報告第1号専決事項の報告についてのうち、市民生活部に関わります専決第1号損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により議会にご報告させていただくものでございます。恐れ入りますが議案書の2ページをお開き願います。本件は令和5年4月30日に有期満了日を迎える児童扶養手当受給者に対し、令和5年3月1日付で本市が受給資格再認定手続きに関する通知を行ったことにより、枚方市在住者が受給に際して必要である診断書を有料で取得し本市に提出いただきましたが、同手当の対象児童が年齢要件到達により同年3月31日をもって資格喪失となるため当該再認定の対象とならないものであったことから、本市からの通知がなければ取得する必要がなかった診断書の発行手数料について賠償するものでございます。損害賠償につきましては令和5年4月21日に示談が整いましたので、診断書発行として支払われました費用5500円を賠償したものでございます。参考資料といたしまして、お手元にお配りしております参考資料の1ページに示談書を添付しておりますので、合わせてご参照ください。この度の事務所員によりご迷惑をおかけいたしました方、および関係者の方々に深くお詫び申し上げます。本件につきましては、これまでに同様の事案がなかったことを確認しておりますが、今後このようなことを起こさないよう、受給資格再認定にかかる事務処理フローを見直すとともに、業務システムの改善を行い、適正な事務処理の徹底を図ってまいります。以上、専決第1号の報告とさせていただきます。次に専決第2号について田村土木部長。
ただいま上程いただきました報告第1号のうち、土木部にかかる専決第2号の損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により、議会にご報告するものでございます。恐れ入りますが、議案書の3ページをお開き願います。本件は令和4年4月1日午後3時30分ごろ、枚方市在住者が市の管理する因田ふれあい公園内を通行中、止水栓の蓋がなかったことから、その開口部につまずき転倒し、水飲み場の縁石で額を裂傷した事故でございます。この件につきまして、令和5年4月25日に示談が整いましたので、治療費、慰謝料などの損害金に対し、本市の過失割合5割を乗じた11万963円を賠償したものでございます。議案書4ページに、現場見取り図、現場付近図、参考資料の2ページには、示談書を添付しておりますので、併せてご参照くださいますようお願いいたします。事故の原因となりました開口部につきましては、事故発生直後に埋め戻しを行い、再発防止策を講じたとともに、その後、同様の施設がある公園については、職員による一斉パトロールにて安全点検を実施いたしました。ご迷惑をおかけいたしました被害者、関係者の方々に深くお詫び申し上げます。今後はこのような事故が発生しないよう、パトロールを強化するなど、早期発見並びに予防措置に努めてまいります。以上、専決第2号のご報告とさせていただきます。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。以上をもって報告第1号の聴取を終結します。日程第10、議案第8号、令和5年6月に支給する市長等の期末手当に関する特別措置条例の制定についてを議題とします。理事者から提案理由の説明を求めます。藤原総務部長。ただいま上程をいただきました議案第8号、令和5年6月に支給する、市長等の期末手当に関する特別措置条例の制定についてにつきまして、提案理由のご説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書の65ページをお願いいたします。本件は本条例を制定するにあたり、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。本条例につきましては、本年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類となったものの、今回の期末手当の対象期間の多くは2類相当であったことから、本感染症による影響が継続していた状況を踏まえまして、これまでと同様、減額措置を講じるため制定するものでございます。それでは条例案の内容につきましてご説明を申し上げます。66ページをお願いいたします。第1条はこの条例の趣旨を定めるものでございます。第2条第1項は期末手当の特別措置といたしまして、市長につきまして、現行の期末手当の額に100分の80を、副市長につきまして100分の90を、上下水道事業管理者および病院事業管理者につきまして100分の93を、常勤の監査員につきまして100分の95を、第2項におきまして、教育長につきまして、100分の93をそれぞれ常時で得た額とするものでございます。最後に付則でございますが、この条例の施行期日を令和5年6月1日と定めるものでございます。
以上、簡単な説明ではございますが、議案第8号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げます。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。お諮りします。ただいま議題となっています議案第8号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よって本件については、委員会の付託を省略することと決しました。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これから議案第8号を採決します。本件は原案通りに決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は原案通りに可決されました。日程第11、議案第1号、令和5年度大阪府枚方市一般会計補正予算第3号、日程第12、議案第2号、令和5年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算第1号、日程第13、議案第3号、令和5年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計補正予算第1号、日程第14、議案第4号、令和5年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算第1号、日程第15号、議案第5号、令和5年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、日程第16、議案第6号、令和5年度大阪府枚方市母子不死家父福祉資金貸付金特別会計補正予算第1号、および日程第17、議案第7号、令和5年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算第1号を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。田中総合政策部長。はい、ただいま一括上程されました議案第1号から議案第7号につきまして、提案理由をご説明申し上げます。議案書の5ページをお願いいたします。まず議案第1号一般会計補正予算第3号につきましては、令和4年度の決算見込みに基づく前年度繰越資金の補正を行うほか、国の物価高克服に向けた追加策等を踏まえた市独自の支援策について補正を行うものでございます。第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ37億9157万3000円の増額補正を行っております。それでは事項別明細書によりまして、主な補正内容をご説明申し上げます。9ページをお願いいたします。まず歳入の補正でございます。第19巻繰出金では、財政調整基金繰出金で16億9157万3000円の増額補正を行っております。第22巻繰越金では、決算見込みに基づき前年度繰越金として21億円の増額補正を行っております。11ページをお願いいたします。次に歳出の補正でございます。第2巻総務費では、省エネ家電買い替え促進事業費で2億6484万8000円の増額補正を行っております。第3巻民生費では、住民税均等割のみ課税世帯への給付金給付事業費や、私立保育園幼稚園等に対する復職費支援事業費として1億839万2000円の増額補正を行っております。13ページをお願いいたします。第4巻衛生費では、水道料金の基本料金等の減免に伴う水道事業会計への補助金で6億3800万円の増額補正を行っております。第6巻商工費では、小規模事業者支援金給付事業費で6億8000万円の増額補正を行っております。なお17ページから
18ページには給与費、明細書等の参考資料を添付しておりますので、併せてご参照をお願いいたします。20ページをお願いいたします。次に議案第2号、国民健康保険特別会計補正予算第1号につきましては、決算見込みに基づき、前年度繰越資金の補正を行っており、第1条2の通り、歳入歳出それぞれ3億円の増額補正を行っております。23ページから26ページには、事項別明細書を添付しております。28ページをお願いいたします。次に議案第3号、自動車駐車場特別会計補正予算第1号につきましては、決算見込みに基づき、前年度繰上重要金の補正を行っており、第1条のとおり、歳入歳出、それぞれ6500万円の増額補正を行っております。31ページから34ページには、事項別明細書を添付しております。36ページをお願いいたします。次に議案第4号、介護保険特別会計補正予算第1号につきましては、決算見込みに基づき、前年度繰越資金の補正を行っており、第1条のとおり、歳入歳出それぞれ8億8000万円の増額補正を行っております。39ページから42ページには、事項別明細書を添付しております。44ページをお願いいたします。次に議案第5号、後期高齢者医療特別会計補正予算第1号につきましても、前年度繰越資金の補正を行っており、第1条のとおり、歳入歳出それぞれ6500万円の増額補正を行っております。47ページから50ページには、事項別明細書を添付しております。52ページをお願いいたします。次に議案第6号、母子福祉、家父福祉資金貸付金特別会計補正予算第1号につきましても、前年度繰越資金の補正を行っており、第1条のとおり、歳入歳出それぞれ3600万円の増額補正を行っております。55ページから58ページには、事項別明細書を添付しております。60ページをお願いいたします。次に議案第7号、水道事業会計補正予算第1号につきましては、物価高克服に向けた支援策として、水道料金の基本料金等の減免に要する経費の補正を行うものでございます。第2条の収益的収入及び支出につきまして、収入の第1巻、水道事業収益では、減免に伴う水道料金収入の減額や、一般会計からの補助金の増額により800万円の増額補正を行っております。支出の第1巻水道事業費用では上下水道料金システムの改修などで800万円の増額補正を行っております。61ページから64ページには補正予算説明書を添付しております。以上、議案第1号から議案第7号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、5ヶ月いただきますようお願い申し上げます。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。大地議員。議案第1号、令和5年度大阪府枚方市一般会計補正予算第3号についていくつかにわたって質疑をさせていただきます。本年1月の消費者物価指数は前年同月比で 4.2% 上昇し、1981年9月以来41年4ヶ月ぶりの高水準を記録しました。エネルギーや飲食料品など生活必需品の値上げは顕著で、市民の皆様に大きな影響が及んでおり、私たち公明党議員団は今年3月24日、市に対して物価高騰対策の緊急要望をさせていただきました。この度の補正予算には、その際提出した国による追加の物価高騰対策を見据えた緊急要望で申し入れた内容がすべて含まれているものとなっており、一定評価をさせていただきます。それでは、私どもが求めていたものとなっているのか、それぞれについてお聞きします。
まず議案書12ページ1、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援経費の括弧1、省エネ家電買い替え促進事業費についてお伺いします。本事業は電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の制度の中で、国が示した推奨事業メニューの中から選択した事業ということで、我が会派からも先の3月24日、再度の実施を要望してきた中で、昨年度に引き続き実施するとのことです。大変好評だったと聞いておりますが、まずはじめに今回の補正予算額を見ると、昨年度予算の約3倍となっておりますが、昨年度の実績と今年度に予定している実施期間についてお伺いいたします。次に同じく議案書12ページに、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援経費として、括弧1、住民税均等割のみ課税世帯への給付金、給付事業費として7500万円計上しておられます。この事業の目的、概要、対象となると考えておられる世帯数等についてお伺いします。次に議案書14ページ、保育所費の1、電力・ガス・食料品等物価高騰重点支援経費の1、私立保育園・幼稚園等に対する給食費支援事業の601万6千円及び事務局費における私立保育園・幼稚園等に対する給食費支援事業33万3千円についてお聞きします。この度の補正予算は、ここ近年の食材費等の値上がりを受け、本来であれば保育園等における給食費の値上げを検討せざるを得ない状況の中で、保護者の皆さんの負担を軽減するため、各保育園等へ給食費の補填分として支払う補助金であると伺いました。保育園を利用する園児の数は、出産や引っ越し等の事情により変わるものだと思いますが、すべての園児たちの分がしっかりと補填されているのかどうか心配しているところです。そこでこの補助金がどのような形で支出されるのか、その方法についてお聞きします。次に同じく議案書14ページ、上水道費の1、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援経費の1、水道事業会計への補助金6億3800万円についてお聞きします。水道基本料金等の減免とお聞きしておりますが、この施策は昨年5月12日、我が会派が物価高騰対策として緊急要望において初めて提案し、9月16日にもその延長を申し入れ、6ヶ月分の水道基本料金等を減免していただきました。今回の減免措置については、家計負担軽減や事業者支援のために、水道基本料金等4ヶ月分の減免をされるということですが、減免内容と実施期間の具体をお聞きします。次に同じく議案書14ページ、商工業振興費の1、括弧1、小規模事業者支援金給付事業費6億8000万円についてお聞きします。エネルギーや生活必需品の値上げは、市内事業者にも大きな影響が及んでおり、早急な対応を要望してきたところですが、この度市ではエネルギー価格高騰対策として小規模事業者等を対象にエネルギー価格高騰対策緊急支援金を支給されるとのことです。ではまず本支援金の概要や支給対象についてお伺いします。以上で1回目の質疑とさせていただきます。金瀬環境部長。はい、はじめに、省エネ家電買い替え促進事業経費についてお答えいたします。昨年度に実施をいたしました補助事業につきましては、冬のボーナス時期に合わせまして令和4年11月から令和5年2月末までの4ヶ月間で実施したところ、実施期間終了前に予算額を上回る申し込みをいただき、2533世帯へ6900万円の補助金を交付いたしたところでございます。今年度につきましては年間を通しまして補助事業が実施できるよう、本年6月から令和6年2月末までの
約9ヶ月間を実施期間とし、2億1600万円の補助を予定しているものでございます。服部福祉事務所。住民税均等割のみ課税世帯への給付金給付事業費についてお答えいたします。住民税均等割のみ課税世帯への給付金につきましては、電力ガス食料品等各高騰重点支援地方交付金を活用し、エネルギー食料品価格等の物価高騰に伴います低所得世帯に対します、市独自支援策といたしまして、国の支援が届かない住民税均等割のみ課税世帯に対して1万5000円を支給するものでございます。本市の対象世帯といたしましては約5000世帯を見込んでおります。犬井口子ども未来部長。私立保育園幼稚園等に対する副食費支援事業についてお答えいたします。本事業につきましては、この度の補正予算を5ヶ月いただければ、5月中には各施設へ説明をさせていただき、6月末までには5年度中に必要と見込まれる全額を概算で補助させていただく予定でございます。また年度末に各園から月ごとの実際の人数をご報告していただき、精算することで全ての園児分について補助が行えると考えております。白石上下水道部長。次に水道減免についてお答えいたします。減免の内容につきましては、水道料金の基本料金および1ヶ月あたりの使用水量最大8立方メートルまでの重量料金となります。期間につきましては、令和5年8月から11月までの検針分を想定しており、一般的に2ヶ月に1度の検診を行っていることから、偶数月に検診を行う場合は7、8月分および9、10月分、奇数月に検診を行う場合は8、9、9月分および10、11月分が対象期間となります。富田観光にぎわい部長。次に小規模事業者支給金給付事業についてお答えいたします。同事業費の概要につきましては、エネルギー価格高騰の影響を受ける市内の小規模事業者の事業継続を支援することを目的に、1事業者あたり10万円を支給するものでございます。対象といたしましては、市内に事業所や店舗を有する法人個人事業主で約6000事業者を見込んでおり、令和5年4月1日以前から事業を開始し、申請受付時点において事業を実施していることなどを要件としております。なお、エネルギー価格の高騰を踏まえ、幅広い業種を対象としているところでございますが、本市において令和4年度に物価高騰などへの対応として支援を行いました病院や一般診療所、歯科診療所、保健薬局などの医療機関、市から指定を受けている介護、障害福祉サービス事業者などの福祉施設、認可された私立保育所、私立認定こども園、私立小規模保育事業実施施設および私立幼稚園につきましては、今回の支援と重複することから対象外としております。大地議員。それぞれご答弁ありがとうございました。では2回目の質疑をさせていただきます。まず省エネ家電買い替え促進事業費についてですが、本事業が好評であったとはいえ、一方で実際に申し込まれた市民の方からは、添付書類を準備することが大変だったといった意見や、デジタル化が進んでいるのに紙による申し込みが面倒だといった意見を聞いております。そこで昨年度の課題を市はどのように認識し、今年度の事業にどう改善を図っていく考えなのかお伺いします。次に住民税均等割のみ課税世帯への給付金給付事業について2回目の質問をさせていただきます。住民税均等割のみ課税世帯への給付金は、物価高騰の影響に対する枚方市独自施策として、これまでにも5万円2万5千円の支給を行っていただき、対象となった方からはありがたかったとのお声も届いているところです。
それでは今回の1万5000円の給付金について申請してから申請書の手元に届くまでの手順、給付スケジュールについてお伺いします。私立保育園幼稚園等に対する復職費支援事業についてお聞きします。補助金の支払いについてすべての園児たちにしっかりと行き渡る方法で実施していただけるということで安心をいたしました。それでは次に、この度の物価高についてですが、冒頭申し上げたとおり、本年1月の消費者物価指数は高水準を記録しました。またそれ以降についても身近な食料品等の値上げが著しく、各ご家庭では数字以上の影響を実感されております。そこで今後も値上げが続いた場合には、追加の補助金や翌年度にも同じような支援策等を検討される予定があるのか、もし何か現段階でお考えをお持ちなのであればお聞かせください。水道事業会計への補助金、水道料金の基本料金等の減免についてお聞きします。昨年度の合計6ヶ月間の水道料金の基本料金等の減免の実施において、その際財源として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施していただいたと認識をしております。そこで今回の水道料金の基本料金等の減免についても、この臨時交付金を活用するのかどうかお伺いします。小規模事業者支援金給付事業費についてお聞きします。この事業費については、エネルギー価格高騰の影響を受ける市内の小規模事業者に対して1事業者あたり10万円の支援金を支給する内容とのことなので、より早期の予算執行が必要だと考えます。そこで開始時期や受付期間についてはどのように想定されているのかお伺いいたしまして、2回目の質問とさせていただきます。金瀬部長。はい、議員ご指摘のとおり、昨年度に実施をいたしました補助事業では、郵送等による紙媒体での申し込みとしていたことで、添付書類の写しを用意していただく手間など手続きに複雑な点があったものと考えております。合わせまして市に届いた申し込み書等をもとにデータ化するための入力作業をはじめとする業務の効率化などにつきましても課題がございました。これら昨年度の手続き方法や業務内容を検証するとともに、DX 推進の観点から市民が自宅のパソコンやスマートフォンを使って電子申し込みも可能とする方法を追加し、利便性の向上や業務の効率化を図っていきたいと考えております。服部所長。住民税均等割のみ課税世帯の支給は、7月初旬から申請書を送付し、必要事項を記載の上、提出されたから順次、指定口座へ振り込み手続きを進めてまいります。支給開始につきましては、7月下旬には指定口座へ振り込みができるよう準備を進めてまいります。犬井口部長。物価高騰の要因には、さまざまなことが起因しており、今後どのような状況になるのかを見通せない状況でありますことから、現段階でお示しできるものはございませんが、今後の状況をしっかりと見極め、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。田中総合政策部長。今回の水道料金の基本料金等の減免についてお答えいたします。本事業につきましては、本年3月に国より交付限度額が示されました電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援分にかかる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象とはなりませんが、今後改めて交付限度額が示される予定となっております。 PCR 検査など国庫補助事業の地方負担額分にかかる地方創生臨時交付金については、本事業の対象となるもので、令和4年度では約9億円の交付があり、今年度におきましても一定措置されますので、その活用を図ってまいりたいと考えております。富田部長。次に、小規模事業者支援金給付事業費の執行にあたりましては、速やかに支援金を支給できるよう事業者委託の準備を進めており、7月
下旬の申請受付開始を予定しているところでございます。また受付期間につきましては9月末までの2ヶ月間を予定しております。大地議員、3回目はそれぞれに要望をさせていただきます。まず省エネ家電買い替え促進事業費についての要望です。電子申し込みについてはスマートシティを目指している本市にとってある意味必須の手法であり、市民の利便性をはじめ市業務の効率化や正確性を高めていくものと考えておりますので、今後も DX の推進を意識した取り組みを進めていくように要望いたします。併せて市民の中にはご近所の顔なじみの小売店、いわゆる町の電気屋さんで省エネ家電を買われる方も多くおられると思いますので、小売店の方が購入者に本制度や手続きの内容を容易に説明ができるよう、より一層のシンプル化を図っていただきますように要望させていただきます。次に住民税均等割のみ課税世帯への給付金給付事業に対しては、電力ガス食料品等の価格高騰による家計の負担増を踏まえ給付されるものですので、できる限り早く手元に届くようにお願いをいたします。私立保育園幼稚園等に対する復職費支援事業につきましては、先が見通せない中において、今後の動向を見据え迅速で柔軟な対応を取っていただくということなので、迅速な対応どうかよろしくお願いを申し上げます。水道事業会計への補助金に対しての要望です。地方創生臨時交付金を活用していくことは分かりました。昨年度も年度の後半に国から交付限度額が示され、3月定例月議会で補正を行うということがありました。期間が短いとできる施策も限られるため、今回のように年度の早い段階であらかじめ事業を予算化しているのは良いことではないでしょうか。今後も物価高騰の影響は続くと思いますので、必要な支援についてはしっかりと取り組んでいただくよう要望しておきます。また昨年度実施した時もお願いいたしましたが、少しでも市民の皆様の気持ちが軽くなるように基本料金が減免されることを積極的に周知していただきますようお願いをいたします。最後に小規模事業者支援金給付事業費についての要望です。エネルギー価格の高騰は特に小規模事業者にとって大変大きな打撃となっており、我々の耳にも切実な声が寄せられております。小規模事業者の事業継続を支援するためにも速やかに支援金を支給していただきますよう要望いたします。またより多くの事業者に支援が行き渡るよう周知等にもしっかりと取り組んでいただきますようにお願いを申し上げます。最後にここ最近続く物価高の影響は非常に大きく、市民の皆さんからも多くのお声をいただいております。公明党議員団といたしましては、これまでから子育て世帯の皆さんや生活困窮者の皆さん、また中小企業等商工関係の皆さん等からの声を緊急要望として伏見市長に届け、市としても取り組みを進めていただいているところですが、市民の皆さんの生活はまだまだ厳しく、先が見通せない現在の状況に対しとても不安に感じておられます。今後も国の動向に注視し、さまざまな対策を行っていただくとともに、本市としても独自に市民の皆さんに何ができるかをしっかりと考え取り組んでいただきますよう強く要望して、私の質疑を終わらせていただきます。他に質疑はありませんか。片川議員、私からも議案第1号枚方市一般会計補正予算括弧第3号について伺います。今回令和4年度の決算見込みに基づく前年度繰越金以外に、国の物価高克服に向けた追加策を踏まえた本市独自の支援策に係る補正予算が計上されており、この財源についてはすべて本市の独自財源である財政調整基金繰越金で賄われております。そこでまず伺いますが、今回の物価高対策に係る支援策についてはこれまでのように国の財政支援が行われないのか伺います。田中総合政策部長。
今回の補正予算に計上いたしました国の物価高克服に向けた追加策等を踏まえた市独自の支援策にかかる財源についてでございますが、国からは本年3月に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援分として9億1669万円の交付限度額が示されており、この交付限度額を踏まえ今回補正予算を計上するものでございます。本交付金の予算措置につきましては今後国へ実施計画を提出し交付決定がなされた後に改めて財源補正として計上していく予定でございます。片川議員。地方創生交付金の限度額が約9億円額が示されており、今後交付金の確保に向け実施計画の提出など申請の手続きを進めていくと理解をいたしました。しかしながら交付金の限度額9億円に比べて物価高対策の支援事業費の予算額が約17億円と交付金の交付限度額と比べて倍近い予算額になっております。歳出については不要額が生じることから一定額であれば理解できますが、乖離額が大きいためどのような考えに基づくものなのか伺います。田中部長。今回の補正予算では国の物価高克服に向けた各種支援策等を踏まえた市独自の支援策として16億9157万3000円を計上しておりますが、そのうち電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援分の対象事業としましては省エネ家電買い替え促進事業、住民税均等割のみ課税世帯への給付事業、保育園等に対する復職費支援事業、小規模事業者への給付事業の4事業で総額10億5357万3000円を計上しております。また水道料金の基本料金等の減免にかかる水道事業会計への補助金6億3800万円につきましては物価高騰重点支援分の対象とはなりませんが、引き続く物価高騰の状況を踏まえまして市民の家計負担の軽減や事業者支援に幅広く対応するため支援を行うものでございます。なおこの水道料金の減免につきましては国からの交付金をより効果的に最大限活用する観点から今後国より交付限度額の通知が予定されております。 PCR 検査など国庫補助事業の地方負担額分にかかる従来の地方創生臨時交付金の活用を想定し先行して予算措置を講じているものでございます。片川議員。国の地方創生臨時交付金のメニューが複数ある中、交付金を最大限活用するために各メニューに沿った事業を展開していることと理解をいたしました。また今回国の提示するメニューには含まれないものの恩恵を受ける対象のより広い水道基本料金減免を独自に実施されるということで市民生活に大きな影響を与える物価高騰対策に主として積極的に取り組んでいただいているものと一定評価をいたします。今後も交付金を最大限活用していくため国の動向に注視をしていただきたいと思いますけれども、市として必要なところには独自施策も含めしっかりと対応をしていただきますようお願いをいたします。以上です。谷質疑はありませんか。広瀬議員。では私の方からも一般会計補正予算第3号のうち議案書14ページの保育所費における電力、ガス、食料品等物価高騰重点支援経費の各1、私立保育園幼稚園等に対する復職費支援事業費601万6千円および事務局費における私立保育園幼稚園等に対する復職費支援事業費33万3千円についてお聞きをいたします。この度の補正予算は私立保育園幼稚園等の給食費負担が物価高騰により上昇しないように取り組む予算ということですが、改めて市内の私立保育園幼稚園の給食費の取り扱いは現在どのようになっているのかお伺いいたします。でまた今回の補正予算は復職費を実費徴収している保護者への支援ということですが、どのような施設が対象となりどれくらいの園児数が対象となるのか、またその数は
対象者全体の何パーセント程度であるのかお伺いをいたします。犬井口子ども未来部長。私立保育園幼稚園等に対する副食費支援事業についてお答えいたします。私立保育園等における給食費につきましては、各施設において主食費および副食費として保護者の方にお支払いをいただいております。また認可保育施設における対象園児数はおおむね6100人となっており、そのうち実費徴収を行っている園児はおおむね2600名であることから、その割合は対象者全体の約4割程度となっております。広瀬議員。ありがとうございます。この取り組みは、給食費のうちその副食費の公定価格が4500円から4700円に引き上げられたということによるものですが、公定価格の変更がイコール保護者の実費負担増となるのか、そもそも副食費の額の決定について私立保育園等において各園の裁量に委ねられているのかお伺いいたします。犬井口部長。給食費につきましては各施設において実際に提供に用意した材料の費用を勘案して金額を定めておられますが、副食費につきましては幼児教育保育の無償化が開始されるまでは公定価格において積算され、保育料の一部として保護者の方に月額4500円の負担を求めてきた経緯がございまして、各施設において徴収する額を設定するにあたりましてもこの月額4500円が目安とされております。このような中、今回の引き上げにつきましても各施設において同様の対応を取られると想定しており、引き上げられました4700円が目安になると考えております。広瀬議員。今回の補正予算については私立保育園等を対象とされておりますが、担当官にお聞きしたところ、公立施設についても物価上昇が食材費等に大きく影響しており、費用が4500円上回った場合には市の財源を用いて4500円を維持されるとお聞きをいたしました。公私立ともに質や量を落とすことなく給食をぜひ継続していただきたいと思っておりますが、認可外の施設は今回対象外となっております。で、認可外施設に対するその支援のあり方っていうのは、ぜひご検討をいただきたいというふうに思っております。で、物価高騰で公定価格が引き上げられたことにより、先ほど目安ということでご説明いただきましたが、しかし実質連動して給食費の実費徴収額が引き上げられるということになりますと、今年度は今回の補正予算により追加負担が生じませんが、先ほど大地議員さんの方からもご質問ありましたが、このままではその次年度引き上げになってしまうという可能性も生じるところであります。こういうこのご時世の中でなかなか負担増ということにはなりません。で、保育の無償化の流れの中で今その給食費が外出しをされる形となって、その実費負担も主食費と副食費をその合わせると公立施設で現状でも5500円、私立ではさらに高くなって6500円、さらに引き上げ6500円前後ということになるのかというふうに思いますけれども、これやっぱり学校給食費と比べても非常に重いものとなっております。で、今回の補正予算は引き上げないということで必要な措置でありますが、保護者の皆さんからすれば公私立ともに従来通りの負担が続くだけで、負担の軽減にはなっておりません。隣の寝屋川市ではこの間保育における給食費の無償化も実施をされておりました。子育て支援のさらなる充実が求められる中、今こそですね、給食費保育料含めた完全無償化へ進んでいくべき時だと思っております。給食費についてはすでに6割の園児たちが何かしらの形で無償化となっており、これには枚方市の努力ももちろん含まれているところでありますが、実費徴収を行っている残りの4割の園児たちについても負担を軽減するための取り組みが
必要ではないでしょうか。まあ、そこで給食費はもとより保育料も含めた完全無償化について市長の見解をお伺いいたします。伏見市長。国は、低所得世帯と、多子世帯の、保育料のみを、免除することとしておりますが、本市におきましては、独自の取り組みとして、年齢や所得にかかわらず、第二子以降の、保育料の、免除を行っているところであります。今後も、保護者の、皆さんの負担軽減につながるさまざまな、取り組みを進めてまいりたいと考えております。他に質疑はありませんか。小池議員。ただいま上程されました令和5年度大阪府枚方市一般会計補正予算第3号についてお伺いさせていただきます。我が会派からエネルギーや食料品価格等の物価高騰により、物価高騰に特に大きな影響を受けている低所得者や子育て世帯、また中小事業者等に対する物価高騰対策について緊急要望を行いました。今回の補正予算にはその要望内容が含まれていますので、私から何点か確認させていただきます。最初に議案書14ページ商工業振興費の1の1、小規模事業者支援金給付事業費6億8000万円についてお伺いいたします。今回の経費につきましては、エネルギー価格高騰の影響を受ける市内の小規模事業者に対して1事業者当たり10万円の支援金を支給する内容とのことですが、本事業を効果的に進めるためには対象となる事業者に対してどのように周知していくかが課題になると思います。市の広報やホームページだけでは情報が十分に行き届かない可能性があると考えます。そのためどのような方法で周知を行うかお伺いします。続きまして、議案書14ページの保育所費にかける1電力ガス食料品等物価高騰重点支援経費の1、私立保育園幼稚園等に対する復職費支援事業の601万6000円及び事務局費における私立保育園幼稚園等に対する復職費支援事業33万3000円についてお聞きいたします。今回の経費は復職費を実費徴収している保護者に対する支援ですが、まずはじめにこの事業の目的とその内容についてお聞きします。富田観光にぎわい部長。小規模事業者支援金の給付にあたりましては、業者委託による執行を想定しており、受託業者にはホームページやチラシ配布だけではなく、より多くの事業者に周知が図られるよう、創意工夫を凝らした広報活動の提案を求める考えでございます。加えて、より効果的な周知に向け、中小企業への支援などにおいて、連携協定を締結しています北大阪商工会議所や枚方信用金庫の協力のもと、両社の幅広いネットワークを活用しながら、プッシュ型による積極的な周知などを図ってまいります。犬井口子ども未来部長。私立保育園幼稚園等に対する復職費支援事業についてお答えいたします。私立保育園認定こども園幼稚園における給食の復職費につきましては、国の公定価格を基準としており、保護者の皆様から月額4500円を徴収させていただき提供しておりますが、この度の物価高騰を踏まえ、国より復職費の単価が4500円から4700円に引き上げられる旨が示されました。補正予算につきましては、この差額を保護者に求めることのないよう、園児1人当たりにつき月額200円を補助するものでございます。小池議員。はい、2回目の質問です。小規模事業者支援金給付事業については、申請受付が終了した後にこのような支援金が存在することを事業者が知らない状況を避けるために、関係機関との連携を図りながら、できるだけ多くの事業者に周知していただくようお願いいたします。また確認のためにお伺いしたいのですが、対象となる事業者数は約6000件とのことで、
そのために予算が計上されておりますが、もしもこの件数を超える申請があった場合は、どのような対応がなされるのでしょうか、お伺いいたします。次に、復職費事業について2回目の質問です。事業の目的や内容については理解いたしました。しかし、昨年度からの物価高騰を受けて、これまで各施設では給食の値上げを行わずに提供されていると伺っております。給食の質や量はしっかりと保たれているのでしょうか。食事は子どもたちの心身の成長に大きな役割を果たすと考えられるため、その点についてお聞かせください。富田部長。対象事業者数は経済センサスに基づき約6000件と想定しておりますが、より多くの事業者に支援金を届けたいとの考えから、想定以上の申請があった場合でも、確実に支援が行き届くよう必要な対応を行ってまいりたいと考えております。井口部長。園児に対する給食の提供につきましては、各施設において、物価高騰を受けながらも、さまざまな工夫を重ねながら対応いただいており、国が示す子ども1人当たりの1日摂取カロリー等を基本とし、適切に対応いただいております。小池議員。ありがとうございました。要望です。小規模事業者支援給付事業への要望です。枚方市内在住の事業者でも、他市に事業者がある場合は対象にならないと聞いております。また、逆に他市に住んでいる事業者でも、枚方市内に事業所、または営業所がある場合は対象になるということです。これにより混乱を避けるために、対象となる事業者に対して注意喚起を必ずお願いいたします。また、広報枚方や市ホームページだけではなかなか情報が伝わらないと思います。市公式の LINE や Twitter、Facebook など SNS を活用した情報発信はもちろんのこと、高齢の個人事業主の方々にも支援金が確実に届くようにするために、北大阪商工会議所や枚方信用金庫だけでなく、商業連盟や地域の商店街などとも連携を図りながら広報活動に努めていただくよう要望しておきます。次に、復職費事業支援事業についての要望です。国が示す給与栄養目標量という資料を別途いただいております。物価高騰の中でも各園では基準を満たす献立で対応してくださっているとのことですが、今後の状況によっては厳しくなることが懸念されます。市は給食費の値上げを回避するために積極的な対策を講じる必要があるのではないでしょうか。就職費につきましては民間の平均が1500円程度だと聞いております。復職費の負担が4700円であることを考えると月に約6200円になります。公立小学校の給食費が3800円であることを考えると家計の負担が大きいと考えられます。今回の補助金は令和5年度の一時的な措置と伺っておりますが、来年度には物価高の影響で復職費がさらに値上げされる可能性があるのではないでしょうか。そのため、保育所等の復職費の徴収免除の要件を撤廃し、すべての子どもに対して徴収を免除するよう、我が会派としては3月27日に市に緊急要望書を提出しております。すべての子育て世帯の負担軽減を求めております。大阪維新の会枚方市議会議員団としては、将来世代へのしっかりとした投資を行い、家庭の経済状況にかかわらず、枚方のすべての子どもたちが夢を追いかけることのできる社会を実現することを目指しております。枚方市では、経済的な制約によらず、すべての子どもたちが健やかな食事を享受できる環境を提供するため、学校給食費の無償化などに向けた具体的な方策を検討し、実現に向けた取り組みを行うよう強く要望いたしております。谷質疑はありませんか。堤議員。私の方からも一般会計補正予算第3号の商工業振興費一小規模事業者支援金給付事業についてお伺いをいたします。今回の支援金給付事業では、医療機関や福祉施設、保育施設については令和4年度に実施した支援と重複するために対象外になるということです。しかし物価の高騰はその後も続いており、今後さらに電気料金の引き上げなども行われる予定です。
医療機関や福祉施設、保育施設などについても除外せずに、せめて令和4年度の事業実施の際に申し込みを行っていない施設等については対象とするべきと思いますが、市の見解をお伺いします。富田観光にぎわい部長。小規模事業者支援金給付事業の対象についてですが、病院や一般診療などの医療機関や市の認定を受けている福祉施設、保育施設につきましては、令和4年度に物価高騰等に対する本市独自の支援を行っていることを踏まえ、今回の支援金につきましては、これまでの支援事業の対象とならなかった事業者を対象としたところでございます。また、市内事業者への周知に対しましては、より多くの事業者に情報が行き渡るよう、市内の商工業などの関係団体ととも連携を図りながら、きめ細やかな周知に努めてまいります。堤議員。高騰やエネルギー価格の高騰は、先ほどからさまざまな議員さんも言っておられますが、これからも大きな影響があると思います。昨年度は申請しなかったところも、状況が変化しているとも考えられます。そういったところは、今回対象にしないということですが、ぜひ引き続きの支援策、検討してほしいと思います。また、事業者の周知についてですが、先ほどの、答弁の中で、先ほど の小池議員の答弁の中で、特に高齢の方、委託業者に対して、そういう工夫を凝らした周知の提案を求めるということですが、特に高齢の方が事業を行っている場合などは、SNS などの活用も難しくて、情報がつかみにくいところもあると思います。漏れなくどこの事業者にも届くように、あらゆる方法をぜひ実施していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今回の支援金は、支給事務を競争入札で業者に委託して、7月下旬から申請の受付を開始する予定と伺っていますが、この今回の支援金事業をきっかけに、この間の物価の高騰やエネルギー価格の高騰等で苦しむ事業者の方の実態把握などを行う必要があると考えますが、お考えを伺います。富田部長。事業者の実態把握につきましては、今回の支援金をきっかけに必要な支援へと結びつけることができるよう、中小企業への支援等で連携協定を締結しています北大阪商工会議所や枚方信用金庫と連携しながら検討しているところでございます。堤議員。多くの事業者、6000社ですかね、対象とする今回の事業ですので、申し込みされる機会をこうした機会活用して、枚方市が事業者の現状や実態をしっかり把握して、今の事業者の方に何が必要なのか、今後の支援策につなげていただくようにぜひ要望させていただきます。今後も、止まらない物価の高騰、エネルギー価格の高騰は、市民の暮らしもさらに厳しくしていくと思います。今回省エネ家電の買い替え示されましたが、買い替えのみの支援となっています。新規購入の際のへの支援はされていません。しかし熱中症の危険がある中で、厳しい暮らしの中でも、クーラーの購入を考える方も増えてくると思います。新規購入への支援、これもぜひお考えいただきますようにお願いいたします。で、子どもたち の保育服飾費の無償化など、広瀬議員の方からも言いましたけれども、学校給食の無償化、これも今こそ考える時だと思いますので、引き続き暮らしを守る施策についても、引き続き考えていただきますように要望しまして、質問を終わります。何質疑はありませんか。大浜議員。ただいま、上程されました議案第1号、令和5年度大阪府枚方市一般会計補正予算第3号についてお伺いいたします。議案書12ページ1、電力・ガス、食料品等価格高騰重点支援事業経費の1、省エネ家電買い替え促進事業経費について伺います。省エネ家電買い替え促進事業については、市民に対してエネルギー消費のより少ない省エネ家電への買い替えの、買い替えを促し、電気使用量の低減による料金の削減と本市の地球温暖化対策の推進を図るもので、昨年度も実施されておりますが、
まずはじめに、前年度実施した事業における実績や、その効果についてお伺いいたします。金瀬環境部長。省エネ家電買い替え促進事業経費についてお答えをいたします。本事業につきましては、省エネ家電の普及促進を図ることでエネルギー価格高騰による市民生活等への影響の軽減と本市の地球温暖化対策の推進につなげることを目的に市内の実店舗におきまして対象となる省エネ家電への買い替えを行った市民を対象に購入費用の一部を補助するもので、令和4年度は11月から補助事業を実施しました。その結果、予算額を上回る大変多くの申し込みをいただき、2533世帯に対しまして補助を行ってきたところでございます。令和4年度に補助を行った省エネ家電の内訳でございますが、冷蔵庫が最も多く、全体の 54% を占め、続いてエアコンが 32%、テレビが 14% となっております。また、省エネ家電への買い替えによる効果でございますが、例えば家庭における年間消費電力量の約 14% を占める冷蔵庫では、省エネ性能が高い製品は、10年前の製品と比べまして、消費電力は 30% 以上も省エネとなっており、本補助事業をきっかけに、省エネ家電への買い替えを市民全体に広げることで、本市の地球温暖化対策の推進につなげていくことができるものと考えております。大浜議員。次に、省エネ、買い替え促進事業についてですが、市民からも好評で一定の効果も得られているということですが、今年度も引き続き補助事業を実施することとした理由についてお伺いします。金瀬部長。家庭から排出される CO2 のうち最も割合が多いのは家電製品の使用によるものでございまして、全体の約 45% を占めております。こうしたことから省エネ家電に買い替えることで家庭から CO2 排出量が大きく削減できること、さらには令和4年度に実施をしました補助事業では予算額を上回る申し込みをいただくなど市民のニーズが高いことなどから本補助事業をきっかけにより多くの市民に省エネ家電への買い替えを促進していきたいと考えております。この取り組みを通じて環境に配慮したライフスタイルへの転換を進め、本市の第二次地球温暖化対策実行計画に定める2030年度までに温室効果ガス排出量 47% 削減の達成につなげてまいりたいと考えております。大浜議員。3回目は、意見要望をさせていただきます。市民の省エネ家電への買い替えは各家庭での、省エネを促進し地球温暖化対策に、つながることから着実に取り組みを進めていただきたいと思います。特に本市の第二次地球温暖化対策実行計画において家庭部門の温室効果ガスの排出量は2013年度比でマイナス 66.3% と各部門で最も削減幅が大きく、これらの取り組みの効果を期待したいところです。また補助事業では省エネ性能の高いエアコン、冷蔵庫、テレビに限定し買い替え支援の対象としておりますが、その他にも家電であれば省エネ性能の高い洗濯機、LED 照明への買い替え、二重サッシの導入など、省エネリフォーム、電気自動車の普及など、さまざまな取り組みを行っている自治体もございます。今後はこのような新たな取り組みを、支援についても、ご検討いただきますよう要望いたします。最後に、この補助制度事業開始を知らずに、事業開始前に、買い替えをしてしまったという不満の声が出ないよう、可決後速やかに市のホームページ等に事業開始の予告をしていただきますよう、要望いたします。以上です。他に質疑はありませんか。万象議員。私の方もただいま上程されました議案第1号、令和5年度大阪府枚方市一般会計補正予算第3号、議案書12ページの、電力ガス、食料品等価格高騰重点支援経費の省エネ家電買い替え促進事業費について伺います。先ほどですね、王子議員も同様のことを言われましたが、私としてもですね、昨年度の課題としてですね、例えばですね、申請書の書き方が複雑で分かりにくかったとか、申し込みから
補助金がを補助金を受け取るまでかなりの時間がかかってしまったというようなですね意見をお怒りに近いレベルで清水さんからお聞きしております。同様の事業を行うのであればこういった昨年度の課題を改善していただきたいと思いますが、先ほど電子申し込みするしていくということもありましたけど、そもそもですね項目やチェック欄を減らすようにこう提案していきたいんですが、そのような改善というのはどのように考えているのか伺います。金瀬環境部長。省エネ家電買い替え促進事業経費についてお答えをいたします。議員ご指摘のとおり、昨年度の補助事業では、申し込み書へ記入いただく項目やチェック欄の数が多く、申し込みをされる方にご不便をおかけしたことをはじめ、繁忙期には申し込み後補助金の交付までに多くの時間がかかってしまったことなど様々な課題がございました。こういった課題を検証し、今年度の実施に際しましては電子申し込みを実施するとともに、紙の申し込み書につきましてはご記入いただく項目やチェック欄を可能な限り削減するなど様式の簡素化を図ってまいります。また補助金の交付までの期間につきましても電子申し込みによる処理期間の短縮をはじめ、業務の委託課の中で効率的で効果的な事務執行を進めていき、一日でも早く補助金をお渡しできるよう努めてまいりたいと考えております。万象議員。2回目は要望です。この事業をですね、エネルギー価格高騰による市民生活の影響軽減と地球温暖化の対策の意識醸成のためというふうにされていますが、言い方を変えると家電を同じ買い替えるなら省エネ性の高いものに変えていただいて、地球温暖化という社会課題に貢献することで地球も市民も笑顔になる、それが目的だと私は思っています。しかしながらですね、一部お叱りの声が私にあったということは事実であって、市民のお金や本市の職員の労力をかけてですね、市民の笑顔が減るのならやらない方がマシだというふうにも思ったわけであります。またですね、最終ですね、これ国の財源で市にとってこう財政負担がなく、かつですね、事務事業を民間事業者に完全に委託するような今回のようなケースでは、市の担当者側から不具合が起こっても見えにくくなって、ことが大きくなってから発覚したケースもあったように思います。今回はですね、前回の課題を認識してできる限りの改善を図っていただくということでありまして、一定安心しました。ただですね、今回の省エネ家電買い替え促進事業に限らずですね、ちょっと一般論にはなりますが、実際の委託機関においても市側はまず市民の声にしっかり耳を傾けて、改善すべきところはしっかりと委託事業者と確認しながら改善していただきたいです。これは民間委託を行っても市の責務の一つだと私は考えますので、要望しておきたいと思います。以上です。よろしくお願いいたします。他に質疑はありませんか。これをもって質疑を終結いたします。お諮りします。ただいま議題となっております議案第1号から議案第7号までについては委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よって本7件については委員会の付託を省略することに決しました。これから討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これから議案第1号から議案第7号までの7件を一括して採決いたします。本7件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よって本7件は原案のとおり可決されました。お諮りします。6月定例月議会までの間、すなわち5月24日から6月14日までのうち、市の休日を除く16日間を休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認めます。よって5月24日から6月14日までのうち、市の休日を除く16日間を休会とすることに決しました。以上をもって本開会議会の日程はすべて終了いたしました。本開会議会を終わるにあたり、市長から挨拶したい旨の申し出がありますので、これをお受けします。伏見市長。
令和5年5月開会議会の結びにあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。さて、今議会におきましては先決事項の報告をはじめ、補正予算および人事案件などにつきまして、それぞれご可決ご同意いただき誠にありがとうございました。今議会で就任されました藤田議長、矢尾副議長をはじめ議員の皆様にご支援ご協力をいただきながら、市政のさらなる発展に向け全力で取り組んでいく所存でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上、甚だ簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。それでは私からも一言ご挨拶申し上げます。皆様のご協力よりまして、本日本開会議会のすべての日程をここに終えることができました。心より御礼を申し上げます。この度は議員の皆様のご支持をいただきまして、矢尾副議長とともに枚方市議会の正副議長という重職を担うことができました。皆様方のご期待にお応えするべく、副議長と協力し、本市議会の活性化に努めてまいりたいと考えております。議員の皆様におかれましては、これまで以上のご支援とご協力をいただきますようお願いを申し上げます。また、理事者の皆様におかれましても、これまで同様のご協力をいただきますようお願いを申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、結びのご挨拶とさせていただきます。この度は大変にありがとうございました。以上をもちまして、令和5年5月開会議会を散会いたします。なお、休会中の諸会議の開催日程につきましては、タブレットに掲載しております諸会議日程表の通りでございます。よろしくお願いをいたします。大変にお疲れ様でした。